ニュース特集です。今日は田沢湖に秘められた歴史を取り上げます。スタジオは伊藤記者です。こんばんは。田沢湖のほとりにもう一つの辰子像と呼ばれている観音像があります。今からちょうど60年前の11月、日本が戦争へと突入していった時期に建立されました。今日この観音像の供養祭が行われました。1939年、田沢湖は電源開発と食料増産のためのダムになりました。多摩川などから強い酸性の水を引き、湖の魚は死滅しました。この年に地元の仏教会によって建立されたのがこの姫観音です。掲示板には死滅した魚と辰子姫の霊を慰めるため建立されたと記されています。姫観音の供養祭は地元の人たちなどの手で毎年営まれています。田沢湖のダム化工事は着工から完成までがわずか2年間という突貫工事でした。葉っぱ作業には技術力に長けた朝鮮人労働者が当たり、数十人が危険な工事による事故で亡くなったとされています。姫観音はこうした労働者たちを慰霊する記念碑でもあったことが、一人の在日韓国人2世の調査で明らかになっています。私は花岡事件の取材をきっかけに戦時中の強制連行に関心を持ちました。その取材を続ける中で出会ったのが、姫観音の本当の由来を突き止めたという在日韓国人2世のハ・ジュンウンさんでした。埼玉県川口市に住むハ・ジュンウンさん60歳、日本で生まれ貧困の中から身を立てた実業家です。韓国からの自由労働者だった両親とともに田沢湖町に移り住み、高校まで日本名の川本正男としてこの町で暮らしました。だからあの山の後ろでしょ。朝鮮人労働者の調査と慰霊活動を始めたきっかけは、異国の地で亡くなった同胞を思い祖国へ帰りたいと願った父親の姿でした。ハさんが姫観音建立のいきさつを知ったのは今から8年前です。調査のために訪れた寺で工事の犠牲になった人たちへの追悼の意味を示す設立収書が見つかったのです。前の住職が朝鮮人を埋葬し供養していたことも知りました。今はハさんが喪主となり、朝鮮人無縁仏として供養を続けています。こんな立派な、ね、ご遺灰をですね、こうして祀ってくださっていることっていうことはね、本当に亡くなられた方たちも本当に安心してくださってるんじゃないのかなと、ここにも思います。今年3月、私たちはハさんの両親の出身地である韓国のレーガンという町に向かっていました。田沢湖町の先達発電所工事のため強制連行された老人に会うためです。私のお父さんはね、もう24、5年前亡くなったけど、自分の父親に会うような気持ちですよ。86歳になるその老人は、農村の小さな家で一人暮らしをしていました。老人の名前は、終戦直後にまとめられた厚生省の名簿に徴用、つまり強制連行として記載されています。公の資料によって強制連行が裏付けられたこの老人に会うために、ハさんは手を尽くし、この老人に見せるために田沢湖のパンフレットを持ってきました。見れる생각하면나그적게하는것이죠。ハさんが田沢湖町に帰ってくると、ふるさとの仲間たちがこうして出迎えます。彼らはハさんの生き方をどう見ているのでしょうか。まあできればそののは忘れて、まあまあ仲良くやりましょうと、やりたいっていうのはみんな同じだと思うんだけども、ただそんな風に安易に妥協していいのかなというのが韓国の方々の気持ちではないかなと。だから立場が逆になれば、やっぱり私も川本君と同じように
こだわっていくし、我々は子供だったんだよ。我々が泉だわけでもねえし、我々が何したわけでもねえけども、このわだかまりがなんで取れねえか。いつまでも今の子だ、大統領になってからまだちょっと変わってきたけれども、その前のそのわだかまりが何でもっとこうお互いに素直に取材ねえって、それは要はそれは日本人の反省が足りなかったかな。戦争から何十年経っても消えないものっていうのはあります。やはり心の中にね、この反っていうものをね残ればですね、なかなか消えないものなんですね。私も一生懸命努力して反を取り残そうと思ってね、努力してこの60年生きてきましたけれども、まあ、まだ今日もですね、この心の中にはですね、どっか隅に藩が残ってるんじゃないのかと。藩が消えないというふうに話していらっしゃいますが、藩というのは漢字では恨むという字を使うんですけれども、広辞苑にはですね、その韓国の人たちの抑圧された歴史の中で培われてきたその苦難の感情というふうに書かれています。なかなか、消えないし消せないんでしょうか。取材をこうしてきますと、その歴史認識の違いがこう少しずつ積み重なって、でそれが消えないままになってしまっているという感じがするんですね。ではその21世紀に向けて、このハサンという人は自分の60年間を整理しておきたいと願ってきたわけなんですけれども、やはりその私たちもまた改めてその20世紀というものを振り返る時が来てるんじゃないかと思います。はい、伊藤記者に伝えてもらいました。ニュース特集でした。コマーシャルの後はその他のニュースとお天気に参ります。